はい、こんにちは。今日はカメラマン、ゆうえいがいないんで、大ちゃんに撮ってもらってます。イエーイ。今日はドリブルデザイナー岡部と、三重に来てます。めちゃめちゃいいグラウンドですね、ここ。今、小学校6年生の子たちがサッカーしてるみたいなんですよ。僕もちょっとサッカーやりたくなっちゃいました。さっき、グラウンド見た瞬間、走りたいって言ってましたもんね。いや、こんなに気持ちよかったらもう走りたいでしょ。今日はですね。はい。対戦、この後、するんですけど。最近やっぱ、39歳になったばっかりやし。一番、最強なのは39歳だからだからね。走ったら大変、もうほんとハーハーするとか、一週間サッカーしないだけでめちゃくちゃもう疲れるとかって、大人にならないとあんま分かんないじゃん、大体。とはいえ、負けられないんで。最強って、岡部が勝手につけたから、負けれないから。ドリップで、抜きに行きましょう。ね、抜きに行って、スポンサーさんの方がね、ご協力してくださってますので、この大事なボールに当てたらノーゴール。これキーパーやと思って、これに当たったらノーゴールね。はい、いい持ち方。はい、しよう。うまい。おお、足。みんなこっちを見や。お、うま。いいね。お。お、いい持ち方か。よく使うね。おおおおおおもらって分かったと思うんで、多分次こうやったら抜けるんじゃないかとか、なんとなく指つかめた人とかも多いと思うんで、ちょっと練習してまた後で対戦しましょう。ここが一番難しい。3、4で。
切り上げていけると思うので僕、連続で全然やることってほとんどいない。確かに。連続で全然やった人に最近プレゼントをあげてる。ああ、確かに。前の回もエアポッド、スポーツのイヤホンか、持ってない子はスパイクプレゼント。スパイク、注意した人はボーイングができるとね。ありがとうございます。
はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。イベント終わりまして、実はすごいいつも一緒にやってるドリブルデザイナー岡部なんですけど、なかなかチャンネル出てくんないし、ニュー岡部の岡部ばっか出ててね。あっちはめっちゃ出ますからね。あっちは出てるんですけど、まあ今日小中学生のイベントで、まあ、なかなか抜ける人は少ないと思うんですけど、年齢的に、はい、でも何回か抜かれて2回連続抜いた人にはプレゼントよ。プレゼント良すぎないですか。エアポッツとやばくないまあ iPhone じゃない人には BOSE のイヤホンをプレゼントしにちょっと持ってきたんですけどちょっと今日は残念ながら抜いてくれた人が2回連続ね抜いてくれた人がいなかったんでプレゼント良すぎですよ。翔くんちょっとまたね一緒にイベントやって、はい、プレゼントのためにやるとかじゃないけど、うん、盛り上がるためにね、はい、こういうこともやっていきたいなと思ってて。確かに目が違いましたね。もう絶対撮ってやるみたいな楽しみも入れながらやっていきたいと思います、うん、で、さすがだね、やっぱりドリブルデザイナー岡部ドリブルでもうドリブルこうやってやる。もうさすがデザイナーですよ。もう自分デザインしちゃってるもんね。ドリブルデザインの岡部いじられることあんまないから、ね、そうですね、翔くんにいじられます。僕のチャンネルではどんどんいじっていい。それでは何やるんですか。またねー。